皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います2019年2月21日木曜日暗号資産草コイン中野研究会えっとですね今はですね夜の10時ぐらいなんですが先ほどねあの 携帯電話に電話話にかかってきちゃうんですよねねスマートフォンに、ね、で何かと思ってこんな夜遅くにねで知らない人からの電話なんて出てみたらですね先生いつも YouTube 見てますありがとうございます先生と一緒に相談して買った草コインがねまあ僕はあの投資の指示とかね勧誘とか何もしてませんがこの草コインどうですかねって言われたので まあ、ご自身の判断でねか、買ってみてはいかがですかと言っただけだと思いますが、先生と一緒に、えー、個人コンサルティングを受けて買った草コインが爆上,げ爆上げしましたありがとうございましたって,ってね、ガチャッと聞いたんですよ。おいおい、誰だよと。名前ぐらい名乗れよということでね、えーまあ、とりあえず、何のコインなのかなということで、調べてみました。 で本日のお題ということで、草コイン大爆発、えー、仮想通貨のバブル、再燃がもう止まりません。今まで損をしている人は今回の流れに乗り遅れないようにしましょうということでね、第二仮想通貨バブルがどうやらやってきているようですね。ということで、ウェブの方で見てみましょうということでですねあの、ちょっとね、急遽ね昼間、 世界最高級のセキュリティ売りソフトを買ってきました買ってきてですねコインマーケットキャップをようやくあの閲覧することができるようになりましたで入れますあの Google とかヤフ、ah、でコインマーケットキャップってカタカナで入れてくださいねマーケ一、OK、番上ですね 仮想通貨の投資をやるならば、コインマーケットキャップですね、見ないとここから始まるんです、すべては。はす、い、べて上がってますね。世界で、えー、世界で取引されている仮想通貨はすべてこのコインマーケットキャップに表示されてますね。で、上場、まあ取引所にね、市場に取引所に上場されてないものはここには載ってないですが。 えー、仮想通貨の投資を始めるんだったら、または仮想通貨の勉強をするんだったら、このコインマーケットキャップから始まり、このコインマーケットキャップで終わると言われていますで。仮想通貨の今の数ですね、世界の取引所に上場されている数は2075ですね、種類ですね。で、その取引所の市場ですね、取引所の数は1 6088ですね。1年前はね、確か5400ぐらいだったんですよね。 もう3倍になりました、1年でね。で、自己発額は、えー、一番いい時で90兆円あったのが今14兆円まで縮小してますが、徐々に多くなってるということですね。それでですね、これ普通だとあの上位100のですね、自己発額順にですね、えー、上位100のコインしか出てこないんですね。で、有名どころは一番上の10個ぐらいですね。ビットコインとかイーサリアム。 リップですね、また、イーサリアムが時価総額ランキング2位になりましたね。でリップ、ル、イオス、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、テーザーとかね、ステラトロン、ビットコインキャッシュ、カルダネードとかね、えー、聞いてただけると思いますけれども、えー、これでね、すべてを見ると押してください。そうすると、この2075がね、全部見れます。すべてを見ると押しますよ。 えー、そしてですね、えー、全すべて、2075すべてが1枚のページに表示されるので、えー、ちょっとね、動作が重くなったりもします。少々お待ちくださいね。でもちろん、ここはね、あの日本語にして、えー、時価総額の金額は JPY ですね。日本円ですね。にしなくちゃいけないということですね。はい、それで全部表示されます日本語の、これ日本語ですね。で、日本円にしなくちゃいけない JPY ですね。 JPO はこれですね j になってますね、最初からね。一回設定すれば、もうに次からは大丈夫です、はい。ちょっと遅いですね。まあ何せ仮想通貨の数は今2075あって、毎日のように世界の取引所で上場されてます。まあ、市場がね、1万6088もあるので、まあ、とんでもない数ですね。はい、コインの数より取引所の方が多いですから、まあとんでもないですね。それで、えー、ここ、 1>, まあ1日とか1時間はえだいぶ押し目があってね、一服している状態で下がってますが、ただビットコインとかイーサリアムなんかこの1週間で18万2割ぐらい上げてますからね、とんでもないですよね。例えば100万買ってたら20万上がってますからね、100万買ってたら120万になってますから、e、EOS なんて35%上がってますからね、まあとんでもない投資商品だということになりますね、この1週間でですよ。 とんでもないですね。それで、えっ、ー、と、僕、さっきの電話は何だったってことで、この7日間の、ここですね、上昇率ランキングを見るんだと、ここを背負いですね。こう一回押します。えー、それでね、一体何の草コインを買ったのかというとですね、これですね、多分、多分一番上、6470%アップですね、1週間で。 この1日間で2270%アップしたのか。だから1週間で6700、だから100%で2倍だから、まあ、64倍ぐらいですかね。まあ、大したことないって,っても大したことないけど、えーえー、ソルコインですね。これを押してください。はい、そうすると2269%アップしてますね。 えー、2376円ということで、あまあ、こうですね。一回落ちたんですね。そして爆上げしたと。もともと高かったのがちょっと落ちたということですね。はい。それで、この2つの、うん、箇所で、まあ、取引されてるよということですね。コストちょっと、クレックス24ですね。まあ取引されてて、 バカゲしたということですね。バカゲしてる最中なんですかね。これちょっとわかんないですけれども、上がってるんですかね、これね。なんかね。えー、ということですね、非常にですね、非常にあの草コインがね、また上がってきたなと、えー、思ってます。で、皆さんもね、この、えー、ひょっとしたらこのスイン、C、コインですかこれクレコイン。 えー、ソウルコインかがひょっとしたら、えー、皆さんもねあのひょっとしたら買っているかもしれないので <laughs> 今一度ですね自分が買った草コインのリストをですね確認することをお勧めしたいと思いますまあこれねあの今回爆上げしたコイン以外にも、えー、もう一回見てみましょうか今こうしましたからちょっと待ってください、まあ、一回一回ねこれ表示を組み直してるんで遅いんですよね で、この私が持ってるパソコンは東芝ダイナブックのですね、えー、一番高いやつですね。インテルコア i7 の第8世代の、えー、Pentium プロセッサーが入ってるやつでもやっぱり時間かかるんですね。で、こうなくかかもしますこれはね、非常に時間かかるんですね。でこれかもちょっと冒頭してるんですが、これ以外にもですね、 そうですね。まあ、ここら辺もすごいですよね。5倍とか3倍とか、1週間でね、なってますんで、まあ、そうですね。ラビットコインがまたランキングさしてましたね。エンバーコインとか、インパクトとかですね。まあ、いろいろ見たときあるような、これ100%で2倍ですからね。あの見たときあるようなものが、 草コインがじゅ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 上が上ってきてきるんですよでビットコインが二分の一になっても、えー、草コインが10倍になれば、えーとまあ、自分の、ね、投資金額が5倍になってますからでビットコインが下がっちゃっても別に草コインにしとけばこういうふうに、まあ、60倍とか、ね、64倍とか上がるもんですからやっぱり、ね、ビットコインとかイーサリアムとかメジャーコインを持つのもいいですが草コインにしとけば ビットコインが5万とか1万になっちゃってもね、別に全然、あの、トータル自己資金っていうのはあんまり変わんないかなと。いう思ってます。それで、じゃあ、どれを買えばいいのかっていうことなんですが、この草コイン投資法っていうのは、この草コインの選び方がもう一番のポイントなんですね。で、変なもの選んじゃうと、まあ、バックコインここにありますね。変なもの選んじゃうと、えー、お金なくなっちゃうもんですから、 じゃあ、どれ選べばいいのっていうことで、まあ、草コイン投資法のですね、草コインの選定方法の初級編と上級編の2つの資料もご用意してますので、まあ、あの特別有料会員しか見ることできないんですが、またご用、えー、なんかお話聞きたいとかね、詳しく情報知りたいとか、まあ、とにかく特別有料会員に入っていただければわかるかなと思います。はい、それではね、今回は草コインのですね、 えー、これですね、ス,、うん、スローコインが爆上げしたと、6パ7 0 9 7アップしたと、このね、1週間で、この24時間でも2270%アップしたと、この話をさせていただきました、えー。どうもありがとうございました。失礼いたします。はい、ではね、失礼いたします。